皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。フェイエノールとの日本代表フォワード上田綺世がヘイレンフェイン戦で待望の今季にゴール目を決めたよ。やりましたね。久々のゴール。本人やサポーターも嬉しいでしょうね。上田の所属するフェイエノールとはオランダの国内リーグ、エールディビジで現在2位につけている。第26節ヘイレンフェイン戦で、上田は先発メンバーには入らなかった。試合は点の取り合いの激しい展開となり、前半17分にヘイレンフェインのマッツ・ケイレルトが先制点をマーク。37分にフェイエノールトのマッツ・ウィーファーが同点弾を決めるが、64分に再びマッツ・ケイレルトが勝ち越し弾を決める。しかし、フェイエノールトは74分に再度同点に追いつき、75分にサンティアゴ・ヒメネスに代わって上田がピッチに立った。その上田が88分に相手のボックス前でのリスタート時のミスを見逃さずに、ボールを奪うとそのままボックス内に進行。右足で1対1を制して逆転弾を上げ、勝利へ導いたよ。結果的にフェイエノールトは3対2で勝利した。上田の勝ち越し弾で勝利、ナイス上田。フェイエノールトはこれで12戦無敗。上田は今季2ゴール目となった。まだ2点目なんですね。でも、ここからいい流れになっていくと良いですね。そうだね。この試合も途中出場で、本人ももっと決めたいだろうからこのゴールがきっかけになればいいね。上田は今回のゴールを、ほっとしている。形はどうであれ、嬉しい。と素直に喜んでいる。アウェイでの戦いに駆けつけたサポーターからの歓声を受けて、ようやく少し期待に応えられたかもしれない。と笑顔を見せた。上田のリーグでのゴールは第4節のユトレヒト戦以来だ。半年以上ゴールがなかったんだ。あまりゴールがない現状にプレッシャーを感じていたんですね。フォワードはゴールが一番大事ですからね。でも、狙っていたからこそのゴールでしたね。フェイエノールトのスロット監督も、上田が長い間悩んでいたと発言し、まず第一に、ストライカーとしては得点を決めたいし、できれば大事な場面で決めたい。彼は何度もそれに近づいている。アウェイのラツィオ戦では、終了間際にキーパーがボールを掴んだのを今でも覚えている。ゴールを決めたのは彼にとってはとても嬉しいことだ。特に上田には必要なことだと思う。とコメントした。上田がまだ2ゴールしかできていない現状に対しては、上田は常にハードワークを続けてきた。彼はいつもそうしてきたし、遅かれ早かれ努力は報われる。彼は今日それを手にした。でも、デカイプでの初得点については、まだ少し混乱しているようだ。次に彼が出場するときは、ファンが彼を全面的に受け入れてあげよう。実際、彼らはすでにそうしている。サンティアゴと同じように、彼はそれを使うことができる。と、ホームでも得点できるようにサポーターの後押しにも期待したよ。オランダ CAD も、上田は敵陣ゴール前でも冷静なプレーを見せた。と称えていた。今回のゴールには、ファンも、綺世待たせすぎ。めちゃくちゃ大事なゴール。本当に待ってた。どんな形でも勝利に貢献したのは大きい。ここから量産体制だな。と、久々のゴールを喜ぶコメントが多く見られた。本人もファンも待ちに待った得点ですね。これまでにゴールしか上げていなかったから批判などもされてきたんでしょうか？そうだね。上田はなんと言っても、フェイエノールトで史上最高額での移籍だったから期待が大きかった。ベルギー一部のサークルブルッヘでの活躍が認められて、23年8月にフェイエノールトに移籍した。ベルギーでは40試合に出場して22点を決める活躍をしていた。ベルギーでは決めまくってましたよね。そうだね。それが、ここまでゴールがほとんどなかったわけだから、批判の声も大きかったよ。そもそもゴール以前にスタメンが奪えていないのが痛いね。フェイエノールトではメキシコ代表フォワードサンティアゴ・ヒメネスが絶対的なエースとして君臨していて、上田はヒメネスから定位置を奪えないでいる。途中出場でも結果を残せない状況で昨年12月 KNVB カップユトレヒト戦後にはオランダメディアサッカーニュースが、ファンサポーターの反応を紹介しつつ、ユトレヒト戦を通じて、上田のために費やされた1000万ユーロが無駄金であることをファンは十分に理解した。彼はフェイエノールトのレベルに届いていない。多くのファンは、上田が史上最高額の移籍金を取り戻すことはないだろうと危惧している。と厳しい意見を送っている。上田自身も年末の取材に対して、うまくいったかで言えば、ベルギーでそれなりに活躍してステップアップはできましたが、なかなか移籍先で成績を残せていないです。今はやっぱりそこが一番あるんで、いろいろと経験することはできましたけど、まだまだ成長する部分が必要だなと感じた。そんな一年だったのかなと思います。きっかけだったり、運だったり、タイミングだったり、それをつかむために、いろいろトライしているところではあります。早く軌道に乗っていけたら、と話していた。
今回のゴールがそのきっかけになると良いですね。今年も2月にも批判的な意見を出された。2月22日に行われたヨーロッパリーグのローマとのプレイオフ第2戦では、途中出場して PK 戦でバンテのキッカーを成功させたが、この試合でイタリア大手ガゼッタデロスポルトは、一体どんなセンターフォワードなんだ、2試合でプレイするより髪を整えていた時間の方が長かった、実質的に役立たずとこき下ろし、上田をチームワーストに選出している。かなり辛口コメントですね。ただこの時は他のメディアはそこまでひどい評価ではなかったよ。ぶっとめるカートウェブは、スピードを生かしてローマ守備陣を不安にさせ、試合に良いインパクトを残したと9大点を与えていたし、ユーロスポルトも積極的で PK を決めたと同じく9大点だった。ガゼッタデロスポルトはちょっと偏った意見だったみたいですね。ただ本人ばかりでなく、やはりファンやメディアももっと結果を出してもらいたいと思っているね。今年の3月の KMVB カップ準決勝のフロー人間戦では、80分に上田は交代させられ、代わって入ったミッドフィルダー&ジェイリングルが交代直後に逆転弾を決めた。逆転を狙う展開で中盤の選手を上田の代わりに投入した理由について、スロット監督は、上田を残すよりもゴールの可能性が高まると思った、彼は疲れてしまっていたからだと話していたけど、逆転を狙う中での交代はやはり信頼されていないのかもしれない。リーグ戦第21節スパルタロッテルダム戦移籍後初スタメンを果たした際も不発で、元オランダ代表選手のテオ・ヤン選手が、上田のプレイは平凡だった、連携プレイで彼はあまり関与していなかった、ボールを奪っても毎回無駄にしていた、ゴール前で彼の姿は見えなかった、今日の試合で消えていたねと酷評していた。やはり史上最高額での移籍で結果を残せていない現状では批判の声が多くなっていますね。ただ上田を擁護する声も多いよ。フェイエノールと OB のヨン・ボスカンプ氏はポッドキャスト番組プレイインサイド出演時に、上田にとって非常に難しい試合になった、両ウィンガーが常に中央寄りにポジションを取りたがるが、そこにはすでに11人もいる、ポジショニングがペナルティエリア付近に偏っていたんだと語り、味方のポジショニングが上田の不調に影響していると指摘した。そうですよね、現に代表ではゴールを決めてますし。フェイエノールとの OB でクラブのレジェンドであるビレム・ファン・ハネヘム氏は、サンティアゴ・ヒメネスはサポーターからすごく評価されているが、彼は10試合ゴールを取っていない、上田を最初から先発させ自信を持たせるべきだ、彼はいい選手だよ、あいつは本当にサッカーができると上田を擁護する発言をしている。クラブのレジェンドからのこの発言はありがたいですね。また3月3日のリーグ第24節 PSV 戦で5度のウォーミングアップを行うも出場機会を与えられなかった上田に、元オランダ代表フォワードレネ・ファンデルハイプ氏は、前半に2度ウォーミングアップをした、それは理解できる、後半彼はまた2回ウォームアップした、それも理解できるが、終了3分前にも行った、私ならスロットにこう言っただろう、私は終了3分前にウォームアップするつもりはないってねと同情的なコメントをした。上田もこの状況を変えたいと思っていると思うので、今回のゴールでどう変わるかですね。そうだね、この後日本代表の北朝鮮戦もあるから、そこでまた活躍していいリズムでクラブに戻れるといいね。代表合流前に弾みがつく得点ですし、代表での活躍がクラブにいい影響が出ますように。とにかく日本のエース上田の本領発揮をこれからさらに期待しよう。当チャンネルはゆっくり解説の他にも小ネタやネット反応集もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。